ネクスエッジスタイルの興奮がようやく収まってきた今日この頃なんですけども、一応第2弾の魔人カイザーをですね、購入することにしました。で、魔人カイザーがどうなのかですね、このストライクフリーダムのデッキを見てからの魔人カイザーがどうかっていうのをですね、ちょっと見てみたいなと思いまして、一応購入することにしました。で、今日はこちらのドリアンロックシードを紹介します。これ食玩ですね。これが200円で売ってたのでですね、思わず買ってしまいました。結構見た目もですね、綺麗かなぁと思ってですね。この黄緑色のですね、クリアパーツが綺麗ですね。LS12 で、断面がこちらですね。ドリノコの絵と断面図、ドリアンの断面図。本物のドリアンの断面図とか見たことないですけどね。はい、開け方はですね、ここを オレンジロックシードがこうでしたかね。はい、ってなってます。では音声、ここにボタンがあるので、あれ押しちゃった。変身。はい、このオーレンの声がいいですね。で、もう一つオーレンのセリフでですね、カイトのツッコミが入ってるメッセージがあるので、それが出てくるまでやりたいと思います。またね、ぼやけちゃった。よし。はい、ようやくカイトツッコミの音声が出ましたので、これでですね、レビューを終わりたいと思います。わあ、時間かかりましたね。はい。では、ご視聴ありがとうございました。